ハーマイオニーにずっとそばにいてほしい、ですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。ロイヤルネイビー所属、大同級のハーマイオニーです。官歴は、ビスマルク様の追撃戦や、サディアの潜水艦との交戦。これといったものはありませんね。指揮官様、何かご質問はありますか？こんにちは。メイド隊のハーマイオニーと申します。これからよろしくお願いしますね、指揮官様。指揮官様、おはようございます。よくお休みになれましたか？おはようございます、指揮官様。ぐっすりお眠りになられていましたので、起こしませんでした。今日も一日頑張りましょう。メイド長さん、ベルファストさんは何でもこなせて、心も強くて。ハーマイオニー、ベルファストさんにすごく憧れているんです。いつかあんな風になれたらいいな。張り詰めすぎるのはよくありませんよ。顔でも洗ってリフレッシュしませんか？指揮官様、こちらに横になってください。ロイヤル式のフェイスマッサージをして差し上げます。この食材、値上がりしましたね。指揮官様、今後の献立では、この素材を使うものを控えめにしますね。指揮官様がお仕事をこなしている姿を見ていると、ハーマイオニーもいい気分になります。なんででしょう。指揮官様と一緒に仕事をこなしていく感じ、とても楽しいです。はい。炭酸のお飲み物ですか？しょうがありませんね。今日は一本までですよ。炭酸のお飲み物ですか？しょうがありませんね。あと一本だけですよ。こういうことは、シチュエーションに気を使っていただいた方がいいですよ。もう、いつまでも変わらないんですから。指揮官様、お仕事は片付けない限り、増えていくだけですよ。任務報酬。たくさんありますね。指揮官様、おめでとうございます。指揮官様へのメールでしょうか。すみません、ここに置いておきますね。指揮官様、しばらくお仕事禁止ですよ。しっかり休憩をとっていただかないと。
指揮官様、どうしてそんなに頭が固いのでしょうか。大道ちゃんは心配しすぎじゃないでしょうか。あんなに努力していますし、指揮官様に嫌われるなんてないと思いますが。指揮官様、大道ちゃんのことをもっと見てあげてくださいね。指揮官様、今日は残業なさるのですか？でしたら、コーヒーを持ってきますね。別に手間なんてほどではありませんよ。手伝える仕事がなくても、そばにいるのがメイドですから。指揮官様、差し支えなければ、お洗濯の方も、ハーマイオニーに任せていただけますでしょうか。お洋服は一緒に洗濯した方が手間かかりませんし、指揮官様にメイド隊の手洗いはどんな感じか知っていただきたくて。はあ、部屋のお掃除はこれでオッケーっと。次は、あ、お帰りなさいませ。すぐお食事を用意しますから、少しお待ちくださいね、指揮官様。部屋のお掃除はよし。次は、お帰りなさいませ、指揮官様。お食事を用意しますから、ちょっとだけ待っていてくださいね。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしい、ですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、執務室での仕事はひとまず置いておいて、委託から戻ってきた皆様を出迎えに行きましょう。あら、強くなりました？敵、発見しました。指揮官様もきっとお喜びになるでしょう。あらら、失敗しちゃった。当たればいいですね。油断しちゃいましたね。あら、指揮官様、どうしてここに？具合が悪いのですか？大変。こちらにおかけになってくださいね。まず体温を測りますから。ん？指揮官様、どうしてまたここに？ご視察、ですか？感染も病気になりますから。指揮官様、お体は大事になさってくださいね。もう、指揮官様、仮病はハーマイオニーでも起こりますよ。指揮官様、この衣装少しサイズが小さいと思いませんか？いえ、ちょっと着こなせていない気が。
指揮官様。ご自分でも普段から養生に気を使わないと。ハーマイオニーは四六時中はそばにいてサポートしてあげられませんからね。指揮官様、こちらに横になってくださいね。健康診断をさせていただきます。お医者さんごっこですか？指揮官様、お仕事は片付けない限り増えていくだけですよ。任務報酬たくさんありますね。指揮官様、おめでとうございます。指揮官様へのメールでしょうか。すみません、ここに置いておきますね。指揮官様、ちょっと待ってくださいね。今はこの子の検査を。指揮官様、どうしてそんなに頭が固いのでしょうか。大道ちゃんは心配しすぎじゃないでしょうか。あんなに努力していますし、指揮官様に嫌われるなんてないと思いますが。指揮官様、大道ちゃんのことをもっと見てあげてくださいね。指揮官様、今日は残業なさるのですか？でしたら、コーヒーを持ってきますね。別に手間なんてほどではありませんよ。手伝える仕事がなくても、そばにいるのがメイドですから。指揮官様、差し支えなければ、お洗濯の方も、ハーマイオニーに任せていただけますでしょうか。お洋服は一緒に洗濯した方が手間かかりませんし、指揮官様にメイド隊の手洗いはどんな感じか知っていただきたくて。はあ、部屋のお掃除はこれで OK っと。次は、あ、お帰りなさいませ。すぐお食事を用意しますから、少しお待ちくださいね、指揮官様。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしい、ですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、執務室での仕事はひとまず置いておいて、委託から戻ってきた皆様を出迎えに行きましょう。あら、強くなりました？敵、発見しました。指揮官様もきっとお喜びになるでしょう。あらら、失敗しちゃった。当たればいいですね。油断しちゃいましたね。指揮官様、どうしてまたここに？ご視察ですか？もう指揮官様、仮病はハーマイオニーでも起こりますよ。指揮官様、この衣装少しサイズが小さいと思いませんか？いえ、ちょっと
着こなせていない気が。指揮官様、ご自分でも普段から養生に気を使わないと。ハーマイオニーは四六時中はそばにいてサポートしてあげられませんからね。指揮官様、こちらに横になってくださいね。健康診断をさせていただきます。お医者さんごっこですか？指揮官様、お仕事は片付けない限り増えていくだけですよ。任務報酬たくさんありますね。指揮官様、おめでとうございます。指揮官様へのメールでしょうか。すみません、ここに置いておきますね。指揮官様、ちょっと待ってくださいね。今はこの子の検査を。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしいですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、執務室での仕事はひとまず置いておいて、委託から戻ってきた皆様を出迎えに行きましょう。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしいですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、椅子を持ってきました。海に行かないのでしたら、どうぞこれをお使いください。ん？ハーマイオニーはもちろんおそばにいますよ。指揮官様、今日はお仕事の話はなしで、ゆっくりおくつろぎくださいね。この水着は、セールの時に買ったものですね。気に入ってくださって安心しました。波が気持ちいいです。指揮官様もどうですか？ん？大きな波が、やっ！日差しにさらされすぎると体によくありませんよ。あとちょっとしたら移動しませんか？仮眠ですか？あ、はい。どうぞゆっくりおくつろぎくださいね。何かがあった時は、そうですね。
ハーマイオニーがきちんと指揮官様を起こしますから。海、綺麗ですね。ん？ハーマイオニーの方が綺麗では？もう、指揮官様。今のはさすがにちょっとお古いですよ。こういうことは、シチュエーションに気を使っていただいた方がいいですよ。指揮官様、お仕事は片付けない限り、増えていくだけですよ。任務報酬、たくさんありますね。指揮官様、おめでとうございます。指揮官様へのメールでしょうか。すみません。ここに置いておきますね。涼しくしてくれるお飲み物を準備しておきました。どうぞ。指揮官様、どうしてそんなに頭が固いのでしょうか。大道ちゃんは心配しすぎじゃないでしょうか。あんなに努力していますし、指揮官様に嫌われるなんてないと思いますが。指揮官様、大道ちゃんのこと、もっと見てあげてくださいね。指揮官様、今日は残業なさるのですか？でしたら、コーヒーを持ってきますね。別に手間なんてほどではありませんよ。手伝える仕事がなくても、そばにいるのがメイドですから。指揮官様、差し支えなければ、お洗濯の方もハーマイオニーに任せていただけますでしょうか。お洋服は一緒に洗濯した方が手間かかりませんし、指揮官様に、メイド隊の手洗いはどんな感じか知っていただきたくて。はあ、部屋のお掃除はこれで OK っと。次は。あ、お帰りなさいませ。すぐお食事を用意しますから、少しお待ちくださいね、指揮官様。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしい、ですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、執務室での仕事はひとまず置いておいて、委託から戻ってきた皆様を出迎えに行きましょう。あら、強くなりました？敵、発見しました。指揮官様もきっとお喜びになるでしょう。あらら、失敗しちゃった。当たればいいですね。油断しちゃいましたね。指揮官様、今日はお仕事の話はなしで、ゆっくりおくつろぎくださいね。波が気持ちいいです。指揮官様もどうですか？ん？大きな波が、ひゃん！
日差しにさらされすぎると体によくありませんよ。あとちょっとしたら移動しませんか？仮眠ですか？あ、はい。どうぞゆっくりおくつろぎくださいね。何かがあった時は、そうですね。ハーマイオニーがきちんと指揮官様を起こしますから。海、綺麗ですね。ん？ハーマイオニーの方が綺麗では？もう、指揮官様。今のはさすがにちょっとお古いですよ。こういうことは、シチュエーションに気を使っていただいた方がいいですよ。指揮官様、お仕事は片付けない限り、増えていくだけですよ。任務報酬、たくさんありますね。指揮官様、おめでとうございます。指揮官様へのメールでしょうか。すみません、ここに置いておきますね。涼しくしてくれるお飲み物を準備しておきました。どうぞ。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしいですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、執務室での仕事はひとまず置いておいて、委託から戻ってきた皆様を出迎えに行きましょう。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしいですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、アフタヌーンティーでもいかがですか？メイドの仕事以外のたしなみの一つでもございます。はい。紅茶を用意しました。指揮官様、暑いのでお気をつけくださいませ。指揮官様とのアフタヌーンティーなので、少しフォーマルな衣装に着替えさせていただきました。似合ってないでしょうか。この間、ベルファストさんと話してたコスパのいいお菓子です。
指揮官様のお口に合いますでしょうか。優雅といえば、フット様やイラストリアス様のような。あ、私も恐縮です。指揮官様、ようやくリラックスできましたね。アフタヌーンティーにお誘いした甲斐がありました。紅茶のおかわりですか。はい、どうぞ。何でもおっしゃってくださいませ。こういうことはシチュエーションに気を使っていただいた方がいいですよ。指揮官様、お仕事は片付けない限り増えていくだけですよ。任務報酬たくさんありますね。指揮官様、おめでとうございます。指揮官様へのメールでしょうか。すみません、ここに置いておきますね。お仕事を始める前に、美味しいケーキでもお召し上がりになって、ごゆっくりなさってくださいませ。指揮官様、どうしてそんなに頭が固いのでしょうか。大道ちゃんは、心配しすぎじゃないでしょうか。あんなに努力していますし、指揮官様に嫌われるなんてないと思いますが。指揮官様、大道ちゃんのこと、もっと見てあげてくださいね。指揮官様、今日は残業なさるのですか？でしたら、コーヒーを持ってきますね。別に手間なんてほどではありませんよ。手伝える仕事がなくても、そばにいるのがメイドですから。指揮官様、差し支えなければ、お洗濯の方も、ハーマイオニーに任せていただけますでしょうか。お洋服は一緒に洗濯した方が手間かかりませんし、指揮官様にメイド隊の手洗いはどんな感じか知っていただきたくて。はあ、部屋のお掃除はこれでオッケーっと。次は、あ、お帰りなさいませ。すぐお食事を用意しますから、少しお待ちくださいね、指揮官様。ハーマイオニーにずっとそばにいてほしい、ですか？もちろんです。指揮官様のお世話をするのは、ハーマイオニーのお仕事ですから。あ、もしかしてこれは、告白というものですか？ええ、もちろんですよ。指揮官様、これからもよろしくお願いいたしますね。指揮官様、執務室での仕事はひとまず置いておいて、委託から戻ってきた皆様を出迎えに行きましょう。あら、強くなりました？敵、発見しました。指揮官様もきっとお喜びになるでしょう。あらら、失敗しちゃった。当たればいいですね。油断しちゃいましたね。
ダイドーちゃん、悩みすぎはよくありませんよ。ベルファストさん、いろいろ見習わせてください。アズールレーン。あらら、こんな大枚はたいて大丈夫でしょうか。ありがとうございます。役立てさせていただきますね。